ステラーブレイド、前回の続きからプレイしていきましょう。前はいなかった人が増えてるんだけど、これが、そうなのかな。オルカル様に命じられて、アルテス・レボアへの道を開けた。その後、ザイオンへ戻ろうとしたところを化け物どもに邪魔された。エンジニアが無事だといいんだが。こいつが例の衛兵か。きっと、ネイティブと戦ううちに足を踏み外したんだろう。何時の尊き記憶よ。とはにあれ。ここなんだ。ここはなんだ。え、めっちゃいけるんだけど。ここ何？あの光ってんのは？違う、戻りたいんじゃない。戻る用の場所なんだね。とりあえずどんどん下に行ってみるか。え、ここで終わり？あ、違う。あるある。コンテナがある。これでパスワードかかってたらどうしよう。はい、帰ります。いやー、まあ予想できたよね。そうかなってまあ思うよね。ちょっと詰まってる。これ伝えに行ったらあいつ死んでるとかないよね。大丈夫だよね。無事だといいんだがって言っといてさ、戻ったらそいつが死んでるパターンが一番嫌なんだけど。はい、痛い。やばい。戻って伝えてやろう。やだな、不法ばっか伝えんの本当にやだな。弟くん死んでるパターンもあったしさ。待って、危なっ、怖っ。ほんとに死んだかと思った。どこだ？あ、お前か。開けっぱなしで行くから。ああ、戻ったか。どうだった？衛兵は見つかったかい？もう亡くなってた。そうか、僕のせいだ。危険な任務だってのは分かってたけど。何時の尊き記憶よ。とはにあれ、ひとまず最後まで任務を達成できたのは救いかな。よかったらそこのエレベーターを使ってくれ。ね、もう使っ、あ、お前のおかげか。じゃあ僕は戻るよ。命の恩人のメモリースティックを持ち帰らないと。またね。ゴールド少なかったな。あんまり言うべきじゃないのかもしれないけど。さて、じゃあ奥行ってみるか。何がギーンって言った？いや、直してくれてよかったな。めちゃくちゃ便利だもんな、ここ。
バリアフリー仕様なんだね。入った方と逆の方が開くっていうね。危ない危ない。倒してる。倒す意味もないしな。じゃあめちゃくちゃ、え、来てる。姉さん戦う？戦わないか。NPC 無視なんだな。ねえ姉さん。うん、行ってくるよ。また試練に挑みたいのか。え？ああ。別に姉さんと戦ってもいいけどね。弱いんだもん、姉さん。アルファネイティブの変異体が一番きつかったな。どこで防御していいのか全然わからなかった。あ、かわいい。髪飾りほんとかわいい。髪の色は赤とかもいいな。髪型もまたそのうち変えよう。ブレードが、え、急に使えなくなった。ドローンのスキャナーもダメだ。ええ。まずいな。特殊な電磁フィールドがこちらのシステムを妨害してるようだ。中にネイティブもいるはず。あ、ドローンの装着はできそうだ。射撃モードも使える。リリーに感謝しないとな。ドローンがあればいける。進もう。敵が急に出てくる可能性があるってことでしょ？めんどくさいな。あんま弾ないんだけど。でも弾増やしといてよかったね。研究所入り口。はい。ホラーゲームみたいだ。あ、弾薬補充。ありがてえ。よし。お。うわ、違う。これ人がどこ？時間制限があんのか。外から見たときは古びて見えたのに。ね。中は割と進んでる感じ。進んでるね。なんだか変じゃないですか。なんで？外と中の時代感がなんかちぐはぐ。確かに。そういうもんなんじゃないの？そうでもないのかな？我々こそが人類だ。お前たちではない。我々は偽りの世界を正しき姿へ戻す。そして我々の手でこの世界を浄化してみせる。縦読みかなって思ったけど、違うか。我々っていうのは誰が。天使は人間じゃないみたいなことを言ってる感じか。浄化スキャナー。え、あ、足元を見ろ。下がれ。なんかレーザーが。ロープがあるぞ。え、あ、そういうことか。あ、ちょっと叫ぶんだけどな。最後まで聞けないんだよな。はい。はい。どういう罠なんだ。ん？おう。なんかあれだな。ここだけホラーゲームみたいな。
だから剣使えないのか。うわ、何なのここ。カプセルだらけ。研究施設だったのかな。多分ね。なんかマトリックスの世界観みたいだ。カプセルの感じから言うと意外と無視しても何とかなる？なってるね。撃つ必要もないのかな。おぉ、これは撃たないと。なんか持ってたやつが爆発したな。ちゃんと狙えたのか。お、キャンプ。弾薬補充。おお、ダメなのか。ダメなのかっていうか普通に開いてたわ。いうかセキュリティ。ああ、よし。あんまり危な、危ねえ。あんま弾使わなくても何とかなるようにしてくれてんだな。なんでここだけこんなにホラーテイストなんだろう。リロードないのありがたいな。え？制御室を探してみよう。制御室あっちか。うわ、ちょ、マジか。スキャナーあっても多分使ってないな、ここ。絶対俺は使わないな。よし、オッケー。開いたぞ。ゲートに戻ろう。おーい、倒す必要もないかな。ん、なんだ。あ、これあれじゃん。プレステの、コントローラーじゃん。三角丸×四角。三角、丸、×四角じゃない。あ。うん。床の模様が手がかりになるんじゃないか。これ順番通りに行かないと多分ダメだと思う。三角、ちょ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 。いや、分かってる分かってる分かってる。みんなまで言うな。違う違う違う、やめてくれ。床の模様が手がかりになるんじゃないか。まず四角、三角、丸、バツ、四角、三角、丸、バツ、四角、三角、丸、バツ、四角、三角、丸、三角、よし、先へ進もう。A じゃないんだよ。For humans, for life。私は人類解放戦線のメインコンピューター、ラフィーです。
人類のため、命のため。この地下施設では機密保持と隔離を最重要事項としています。研究や実験の最中に発生しうる緊急事態に備えるためご協力ください。また施設に入る際は安全手順に従ってください。さっきのあれが安全手順か。休もう。 OK。 結構長いな。あ、もうジェネレーター内にフュージョンセルの反応がある。敵出るだろう。中から取り出そう。どうやって？スキャンができないのがきついんだよな。先へ行くにはフュージョンセルが必要だ。これどうやって取り出すの？あ、これか。これを？弾だ。上は？行けるとこ結構広いんですよね。いるかなと思いました。よし、いるかなと思ってるんだったら撃ちながら入ればよかったね。ほーで OK。よし、回収。ここはいけない。入りたいんだけどな。やっぱ弱く設定されてんのかな。お客様案内。人類の進化の先導者、エイドスカンパニー。当社のサイバネティック工場にお立ち寄りいただきありがとうございます。新たな技術、存在、そして常識のトップランナーとして、エイドスカンパニーは様々な体験プログラムを実施しています。プレエントリーのセキュリティ手続きにご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。予約番号をご提示いただきましたら、すぐにお伺いいたします。操作。ドアが開いた。オッケー、おい、あっと、やっちゃった。降りてくる？来ないか。こっちから行かないとな。ちょっと待ってろ。ただで弾補充させてくれんのめちゃくちゃありがたいな。OK。 でここ入る。スラグ弾。ここは敵の詰め所なのか。詰め所っていう言い方をしていいかわかんないけど、届かん。登れる場所ある？なさそうだけどな。スキャンできないのきつ。
壁走りするって感じでもないよね。あ、これだこれだそれだ。あ、やべ、危な。でもジャンプはいるんだな。ここか。ここが開いたのか。ドローンアップグレードモジュール。ありがたい。お、これで。これでまた向こうかな。違う。レーザーが出たぞ。下に降りよう。やっぱラチェット&クランクみたいな感じなんだ、これ。まあでもいろんなゲームであるよね、レーザー。バイオ5とかでも、あれ？こっちか。バイオ5でもあったもんね。仲間を焼いて殺すレーザーがね。絶対なんかいると思ったもん。後ろいる？いないね。オッケー。いやーもう予測可能すぎて。死体持ってんのやめた方がいいっすよ。趣味悪いんで。いった。よし。いる。痛い。はい。弾がだいぶ減った。結構落ちてるからいいんだけど。よし。これでぐるりと回れるようになったと。オッケー、ダメージ食らうね。これをどう押す？これで、これか。当てるとまずいんだな、これ。そういうことか。あ、やべ。全部ぶっ壊してもいいけどな。弱えし。よし。あんまこうバカバカ壊していく感じじゃないんだろうけど。これ運んで、いてててて、オッケー。これじゃないと壊せないのかな。多分もう一個いるよね。よし。はい。予想通り。よし。あとはこれ持っていこう。全然、多分こっち来てるけどね、敵。まあ、いるいるいる。普通にいる。普
吸入しダメージを食らってる。もう大惨事だよ。めんどくせえ研究所だな。よし、やばいやばいやばい。はい、オッケー。はい、フュージョンセルゲット。でさっす。それ入ったやつ出てこないよな。武器使えないんだもんな。イブだってリリーが作らなきゃこれできなかったんだもんね。ネイティブを研究するための施設だったのかな。それか、その可能性は高そう。そもそも敵のことを知らないと相手に打ち勝つことなんてできない。それかなんだろうな。ただここは何かの生産施設のようにも見える。ネイティブの生産施設か。やっぱあれなのかな、マッチポンプなのかな。そんな気はするよな。はい、ということでじゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。